日本関東地方千葉県流山市、野の下、野の下4丁目、野の下は千葉県流山市の地名。1丁目から6丁目まである。郵便番号は2700135。当地域の人口は7636人。流山市東部に位置する。地域の東部は住宅街、地域の西部はつくばエクスプレス沿線開発に伴い。 1998年から2010年にかけて千葉県が施行する流山都市計画事業運動公園地区一体型特定都地区格整理事業の施行地域であり、地域内に流山市総合運動公園の一部がある。また、二丁目に私立長崎小学校千葉県立特別支援学校流山高等学園がある。また、坂川の水源もあり、 野の下水辺公園として整備されている。東は柏市豊敷、西は後平井、南は小牧、北は長崎、篠谷屋と接している。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば、野の下五丁目線70番8の地点で11万3000円平方メートルとなっている。元の野の下は、 長崎の16もの飛び地が点在する地域となっており、地域内の市街化が進むにつれて複雑な次回が問題となり、昭和50年代前半より、軸域の変更案が浮上した。野の下と長崎が入り組んでいることから、野の下、長崎それぞれへの統一が難しいこと、野の下が、野の下とも読めることから、野の下、長崎のどちらとも関連性のない随称地名。 光谷への統一的変更が検討されたこともあったが、地域住民の反応が良くなかったために一時立ち消へとなる。その後、1981年12月4日の昭和56年度、第4回流山市定例市議会にて、軸域の変更が議案に上がり、大技野の,の下が大部分を占める地域を、野の下一丁目から六丁目とする形で、 1982年2月5日に、長崎の全域とメート狩りの一部とともに、大幅な整理が行われ、現在の区域となった。現在の野の下1丁目から6丁目にあたる地域には44の小技が存在した。大技野の下大技長崎大技、名付かり私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。野野下水辺公園の坂川水源地。 ありがとうございます。